います。あと、セブで行ってはいけない場所なんですけども、いわゆるですね、マンゴーストリートって言って、まあ、夜遊びにですね、人気な場所だったりするんですけども、ただですね、この辺もですね、役の売人がいたりして結構ですね、売りつけてきたりするんですよね。で、やっぱりまあ、ちょいちょい、まあ、殺人まではいかないんですけども、まあ、強盗だったりとか、犯罪がちょっとあるところもあるので、まあ、時間帯、特に、夜間ですね、マンゴーストリートのあたりは近寄られない方がいいかなとは思います。ただ、まあ、ビクビク過ごすほどのですね、治安の悪い場所ではないので、セブ全体ですね。まあ、あとは、マクタンとかですね、セブの中でも外国人の多い地域っていうのは、やっぱりその治安というのは比較的いい傾向にありますので、まあ、不用意に知らないところに単独、もしくは日本人だけで行かないっていうのは、大事かなとは思いますね。まあ、その辺気をつければと。